はい、お疲れ様でした。チャカポコです。今日のテーマなんですけど、今日はね、円高円安についてお話ししたいと思います。それじゃあどうぞ。FX がね、絶好調ですね。10日ほど前に3万円を FX 口座に入れて、で、メキシコペソを2万通貨買ってました。メキシコペソを2万通貨買うと1日あたり52円のスワップ金利が入ってくるということで、それをですね、コツコツ貯めようかなと思って入れてたんですけど、思いのほか円安が進んでですね、今3万円入れたのが約10日ほどで3万7000円になってます。 20% 以上増えたという話ですよね。まあ、円安が進んだわけですけども、このね、円高円安っていうのはなんか分かりにくいと思いません？なんかこう、なんか逆のようなね、気がする人結構いませんかね。私は昔そうでした。今ではさすがにね、もうちょっと分かるようになりましたけども、今日はね、この円安円高について解説していこうと思いますね。考え方はね、まず自分が1000円持ってるとしますよね。日本円を1000円、そうすると1ドル100円だったら1000円は10ドルに変わるわけですよね。1000円が10ドル、これがですね、1ドル200円になった、場合、1ドル100円から1ドル200円になった場合は、1000円持ってたら5ドルにしか買えれないわけですよ。10ドル買えれたのが、10ドルに買えれたのが5ドルにしかならない。これが円安なんですね。1ドル100円が1ドル200円になった、これが円安なんです。逆が円高ですよね。1ドル200円が1ドル100円になったのが円高なんです。だ、考え方は、自分が1000円持ってて、1ドル100円の時には10ドル買えれますが、1ドル200円に 円安になれば、5ドルにしか買えないね。1000円の価値が10ドルから5ドルに下がったわけです。これを 円安と言いますね。だから、テレビなんかでね、為替レートを言う場合はドルベースで言いますんで、1ドル何円と言いますよね。だから1ドル何円という数字が大きくなれば円安なんですよ。逆ですから、私はさっき言ったのは1000円という円をベースにして考えたらそうでしょ。逆にドルをベースにしてるからなんとなく分かりにくい。ドルベースで円がね、1ドル何円というのが数字が大きくなれば円安なんです。数字が小さくなれば円高なんですね。で、今日朝159円、もうすぐ160円ぐらいまでのところに来てますよ。こういう場合は、こういう円安局面では外国通貨持ってる方がいいんです。でしょ、円持ったら円の価値はどんどん目減りしていってるわけなんで、そうすると通貨だから、こういう円安局面では外国通貨を持っておく。逆に円高局面、円がこう1ドル何円という数字がどんどん小さくなっていく場合は、今度は外国通貨を売り立てしたらいいんですね。そう考えたら、まあ FX そんなに難しくないっていう話になりますけども、まあ今日はね、なんだ、メキシコペソ3万7000円ぐらいになってますんで、もう今日売っ払おうと思いますね。1日26円とか52円の金利をね、コツコツ積み立っても
100日積み立っても5000円にしかならないんでね、そう考えたらもう今利確しておくのがいいでしょうね。いいと思いますんで、本日 FX は一旦また終了ということで、また今度円高になったらね、また今度メキシコペソまた買いますよ、うん。ということで今日も最後までご視聴くださり誠にありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では最後に今日の一言、円安円高っていうのはね、昔からなんかよくわからなかった時代が長いんで、最近でこそよくわかるようになったんですけども、もしねわかりにくいっていう方があればコメント欄に何か書いてください。今日の説明で大体わかったと思うんですけどね、うん。それじゃあ、いってらっしゃい。